あんたの落水はね、生実家スピードがあるからなんとか形になってるってだけで、動き自体には無駄がありすぎなの。あんなもの、愛水鉱材が使った落水と同じなんて言わないの。腰を落として剣を鞘から抜くとき、抜けないかもしれないという恐怖が抜けきらないから、引き抜く力が強すぎるの。だから剣を引き抜いた後、その反動で次の動作が遅くなってるのよ。だから私の方が力も速度も弱いはずなのに、ほぼ同速の落水が打てるの。わかった？当たり前でしょ？私は草原ちゃんの師匠よ。あんたにできて私にできないことがあるわけないでしょ。まだまだ未熟だけど、やってみなさい。ムエはあなたに任せるわ。ただし、ムエを倒した後は私の下で一から修行をやり直してもらうからね。わかった？わかったら返事しなさい。たっくー、まで聞き分けのない子かしら。まあいいわ。とりあえずムエ以外にあなたの奥の手を使ってはダメよ。そう、クジ金さだよ。あんまり私をなめるなよ。伊達に120年も生きてないんだから。あ、大丈夫よ。ムエはまだ知らないから。
ムエに手の内ばらすじゃないの。あ、それ大丈夫よ。私、作戦考えたから。うん。ちょっとしたアイディアとおまじないで、呪いなんてへっちゃらよ。あー、信じてないな。ったく、本当に可愛くないな。こんなことならガキの頃、殺しておけばよかったよ。少しじっとして。少し黙ってなさい。ここだわ。ね、点穴に針を刺したのよ。あー、草原ちゃんに医学の話なんてわからないから説明すんの面倒い。いやー、まあ簡単に言って、人体の新陳代謝を促して二重炎の発動を早めたのよ。まあ最後まで聞きなさい。多分明日の亥の刻頃に発動するようにしたわ。いつもその時間なのよ、あの異形が出てくるのはね。あなたばかりはめられてるのも面白くないでしょ。今度はこっちがムエとあの異形をはめてやるのよ。私、まあ別に用ってわけでもないんだけどね。なんかわかった？
そう。草原って、いつも戦ってるね。なんか、私、用心棒とかって向いてないのかな。やめようかなとかね。なぜって言われても、お金のためでしょ？うん。ならさ、草原はなんで剣を振るうの？生きるため？ってことは食いぶちってこと？なんか悲しいけど説得力あるな。うん。だってそんな言葉が出る人は悲しいよ。だよね。私ね、本当はこんな仕事初めてなの。用心棒なんてやったことなかったんだ。幼い頃から武術は習っていたけどね。でも人なんて切ったことなかった。だから用心棒って仕事よく分かってなかったんだね。かっこいい正義の味方みたいなものだと思ってたんだね。でも、この島に渡って、人が死ぬってことがやっとわかった。そうだね。生きてこの島から。生きて帰れるよね。あなたもだよ。約束してよ。草原の剣って生きるために振るわれてるんでしょ？なら約束できるでしょ？なんで？それってどういう意味なの？
よくわからないな。でも、その話からすると、人を殺すのも可能性なら、人を愛するのも可能性なんでしょ？人を愛する可能性ってのもあるの？草原にも人を愛することによって得られる可能性があるのかな。全てが地上で許されているなら、草原だってあるはずだよ。人を切ることによって得られる可能性より、私は人を愛することによって得られる可能性も見てみたいかな。え？なんでもないよ。私、行くね。私たちをどうするつもりですか？ちょっと、その子たちに何するのよ！させないわ。
筒にはあらゆる事態を想定していろんな武器が仕込まれてるんだから。どう？野牛さんのまきびしの味は。もうこうさん、あらゆる状況にって。あっ、動けない。こいつら何なの？